ジャスコシティ、ヒネノ時代の外観イオンモールヒネノは、大阪府泉佐野市ヒネノに所在するショッピングセンター、イオンモール株式会社が開発し、運営を行っている、関西国際空港開港後の1995年4月5日に、ジャスコシティヒネノとして、正式開業した、開業時は、 ジャスコ近畿四国事業本部による運営で総合スーパーとスーパースーパーマーケットの二つの各店舗を配置した二角ワンモールのショッピングセンターであった。当店の開業当時はその前年の1994年には大英が9月30日に泉大津市に泉大津店を市街地再開発の中核施設ある座泉大津に各店舗として11月30日には貝塚市に ハイパーマート東海塚店を各々開業させたほか、10月20日には、長崎やも岸和田市にショッピングセンター、ラパーク岸和田を開業するなど、当店の立地する戦乱地域は、関西国際空港開港に伴って、大手スーパーの進出が相次いだ激戦地となっていた。2000年5月には、ジャスコの直営売り場を増床するなどの改装を行って、新装開業している。 2009年3月から4月にかけて大規模な改装工事を実施し、一部店舗がリニューアルオープンした同年4月10日に、ジャスコシティヒネノからイオンヒネノショッピングセンターに名称を変更した。なお、グランドリニューアルオープンは同年4月24日であった。各店舗のジャスコヒネノ店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに、 店名統一することに伴って、イオンひねの店に改称した。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオンひねのショッピングセンターからイオンモールひねのに名称が変更された。2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。建物は地下1階、地上3階で1階の両サイドに各店舗としてイオンひねの店を配置し、モール中央部をフードコートや専門店でつないでいる。2階はイオンと専門店で構成されている。地下1階と屋上は駐車場となっている。出店テナント全店の一覧。 詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオングループその他イオンヒネのショッピングセンターに関する、カテゴリー、ありがとうございます。